ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はペプですね、ペペアンチェインドという暗号通貨トークンのプレセールについてなんですけれども、まあ、こちらなんですけどね、以前こちらのサムネイルの動画で詳しく解説しているので、今回はですね、この購入方法ですね。で、基本的にはイーサリアムとあと BNB、バイナンススマートチェーン、どちらかで購入できるんですけれども、結構ね、購入方法難しいとかよくわからないっていうご意見いただきますので、今回はイーサリアムでの購入方法と BNB での購入方法、あとですね、USDT のでの購入方法、この3つのやり方についてね、詳しく解説していきたいと思います。で、結構ね、似たようなね、プレセールの時に購入するやり方、まあ、ほぼ同じなんですけれども、やっぱり慣れてない人にとっては、案件が違うともう分かんなくなるっていうことがあるみたいなので、もう本当にね、流れは一緒なので、一度覚えてしまえばね、他の案件でも、はい、使えますので、ぜひね、今回の動画参考にしていただいて、ね、覚えていただけると助かりますと。はい。それではですね、まず、イーサリアムで購入したい方のやり方ですね、こちら詳しく解説していきます。はい。で、まずですね、メタマスクを作ってくださいとね、ウォレットがないとね、やっぱり購入するの大変なので、まずは、ウォレット、イーサリアムの入れておくウォレットをメタマスクで作っていただいて、そこの状態から始めますので、まだね、メタマスク持ってないという方は、こちらのサムネイルの動画見ていただいて、メタマスクのウォレットを準備してください。で、ね、ウォレット準備できたら、まずはね、イーサリアムチェーンにした状態で、この状態でね、暗号通貨のプレセール参加していくことになりますので、はい。よろしくお願いします。じゃあですね、まずはこちらの QR コードを読み取っていただくか、動画の概要欄にあるね、URL クリックしてください。はい。そうしますとですね、こんな画面になると思いますので、まずですね、イーサリアムで購入する方は、そのままね、ウォレットを接続というところを押してください。はい。そうしましたらね、ウォレットコネクトという画面出てきますので、押していただいて、はい。そうすると、下からポップアップで、セレクトウォレットと、ね、いうボタンを押してください。で、ここでメタマスク選んでいただいて、そうすると、ね、こんな感じでポップアップが出てきますので、ポップアップ出てきたら、ね、接続と押してください。はい。そうしましたらね、一旦この画面戻りますので、じゃあね、イーサリアムでご希望のね、数量を購入してください。イーサリアムのところの数字を、ね、設定するか、もしくはね、こちらのペプの購入数量ね、入力していただければと思います。例えばですね、今回1000、ね、ペプを1000買いますよといった場合に、1000と入力すると自動的にこちらね、必要なイーサリアム数字出ますので、で、これで問題なければ、ペプを購入というところを押してください。はい。そうしますとまたね、メタマスクね、立ち上がるボタン出てきますので、メタマスクを押していただいて、はい。そうしましたら、この確認画面ね、出てきますので、この画面でちょっと下の方にスクロールすると、金額確認してください。で、今回はね、まあ、とりあえず1000って入力したので、だいたい 8.97 ドル分購入しますと。で、それ以外に、ね、手数料、ガス代ですね、取られますので、で、今ね、ガス代ちょっと安めに、かなり安めになってますので、この時はたまたま 0.76 ドルということなので、まあ、0.76 ドルと、ね、8.97 ドル足して、まあ、9.74 ドルということなので、まあ、大体これくらいの値段で購入しますと。はい。で、問題なければ確定としていただきますと。はい。これで購入ね、することができると思います。はい。それではね、今度は BNB で購入したいよという方のためのやり方ですね。はい。まずはですね、メタマスクの方のこと、チェーンですね。BNB チェーンに切り替えておいてくださいと。はい。この状態でスタートしましょう。はい。ね、先ほど同じように QR コード読んでいただくか、動画の概要欄に URL ありますので、そちらから参照してください。はい。で、まずね、この画面一緒なんですけれども、今回ね、BNB で購入するということで、ここですね、購入 BNB というところを押してください。はい。そうするとね、こんなポップアップ出てきますね。ステーキングする人はですね、イーサリアムであればステーキングそのままできるんですけれども、BNB で購入した人はステーキングできないので、ね、そこだけね、ご了承くださいと。ね。で、ステーキングするつもりないよという方はそのままね、BS、バイナンススマートチェーンで購入ということになります。
はい、そうしましたらね、この画面で、はい、ここがね BNB になったのを確認して、ウォレットを接続というところを押してください。あとはね、先ほどと同じでウォレットコネクトを押していただいて、ポップアップからセレクトウォレット、はい、ここでメタマスクを選んでいただいて、はい、そうするとメタマスク立ち上がって、はい、ね、接続しますかと出てくるので、接続と押してください。はい、で接続できますと、ここですね、 PNB のマーク出てきますと、でウォレットの残高によりますけども、ここにね数字が出てくると思いますので、はい、ここでね必要な数量ね入力してくださいと。で今回もね、先ほどと同じ1000ペプを購入しますという前提で、はい、数字入力していただいたら、このペプを購入というところを押してください。はい、でまた今度またメタマスクね選んでいただいて、はい、で確認画面出てきますので、ちょっと下の方にスクロールしていただいて、はい、ね、1000ペプ分のまず BNB の、ね、代金が 8.9 ドルで、 BNB の手数料もこれね1ドル以下なので、もうす、ね、ドル表示出ませんね、まあ、ほぼほぼね、あの端数だと思いますので、もうほぼほぼ 0.01 ドルくらいかな、はい、だと思いますので、これで問題なければ、はい、確定というところを押してください。これで BNB での購入ができたと思います。最後にですね、USDT での購入方法をね、詳しく解説していきたいと思いますけれども、はい。で、基本的に今回、USDT の場合は、イーサリアムでの購入方法と、バイナンススマートチェーンでの購入方法、両方ともね、USDT で買えますが、今回は私は BNB でね、購入した時のやり方を説明しますので、まあ、基本的にイーサリアムも全く同じなので、途中まではね、イーサリアムか BNB かって違いで、途中から USDT、ね、やり方同じなので、まあ、先ほどのイーサリアム、もしくは BNB 見ていただいた後で、ね、続いてこちらの USDT での購入方法を見ていただければね、理解できるかと思います。もしね、万が一理解できなかったっていう方は、2回3回4回5回6回くらい見ると、もう本当にね、最初わからないと思ってても、6回も見ると大概の動画ね、完全に理解できますので、1回でわからない方はね、できれば何回もね、最低3回ね、できれば6回見ていただけば、もう本当に完璧にやり方を覚えると思いますので、わからない方こそ何度もね動画を見続けていただければと思います。はい、じゃあ同じように QR コード読み取っていただいてね、でBNB なので先ほどと同じですね、ポップアップ出てきて、問題なければ BSC で購入をしていただいて、ウォレット接続、ウォレットコネクト、セレクトウォレットでメタマスクを選んで、はい、でね、接続確認で接続と押しますと。はい、でここで BNB と表示されてきたところで、ここでですね、ここで USDT で購入したい方は USDT を押してください。はい、そうすると USDT のところ白くなりまして、ここにね USDT のマークが出てきますと。でこの状態でどちらかの数字入力してください。で先ほどと同じようにね、1000プップ分を購入しますというと、その時の USDT の数字大体 8.98 ドルということで出てきますと。これで問題なければペプを購入をしてください。はい、でまたメタマスク出てきますので選んでいただいて、でこれまでと違うのは、 USDT の場合は USDT を取引する最大数量をまず入力しますと。でデフォルトがなんかとんでもない数字ね、これ1億10億ですかね、はい、になってる、1億か、1億になってるので、これはちょっとね取引やりすぎなので、ちょっとここね実際に購入する額と同じ、もしくはちょっと上くらいにしてください。で今回はね、1000ペプ分を購入するということで、まあマックス1000で十分なので1000と入力します。だから1万購入する方はここね、マックス1万と入力してください。10万購入するんだったらマックス10万にしてください。はい、でこれで問題なければ次へと押しますと。はい、で認証を2回やることになります。1回目の認証は、このサイトと取引するマックスの上限値は 1000USDT ですよねっていうための確認の承認ボタンになりますので、はいね、マックス1000で問題なければ承認と押してください。はい、でその後で今回のその1000ペプ分の購入する分の USDT の取引確認ですね、8.99 ドル分と、あとは BNB ね、ネットワーク手数料ガス代ですね。これが 0.000458 なので、まあ 0.01
1ドル以下くらいじゃないかと思います。はい。これで問題なければ確定としてください。はい。ちょっとね、USDT の時だけ、ね、マックス値、取引のマックス値の承認をしてから、実際の支払いの確認を押すというね、2段階になりますので、ね、イーサリアム BNB の場合は1回でいいんですけれども、USDT の場合は2回承認が必要になるので、そこだけね、気をつけていただければ、迷わずいけるんじゃないかと思います。はい。で、無事購入できたら、ここですね。Your purchase do PEP ということで、はい、1000っていう風にね、数字出てると思いますので、ね、俺と繋いだ状態で、こういう風にね、あなたが購入した数量が出ていれば、はい、問題の約購入できたということになりますので、忘れず確認していただければと思います。はい。で、最後になりますけれどね、今回解説している暗号通貨トークンね、いつも私無料のマイニングアプリとか、あとフォーセットサイトを解説してるんですけども、今回は有料のね、暗号通貨トークンになりますので、購入する方はですね、ご自身の責任で購入していただくようにお願いします。私の方はですね、あくまでもこういう暗号通貨トークンありますよとかね、このトークンの購入方法はこういう風にしてやるんですよっていうね、情報提供を目的としてこの動画を撮っていますので、今回取り上げた、まあ特にペプですねが、必ず上がるから買った方がいいですよとかね、そういった趣旨ではないので、あくまでもねエンターテインメント動画として私はお届けしているので、購入に関してはご自身の責任で購入していただくようにね、重ね重ねお願いいたします。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。